どうもどうもこんにちは、ゆいです。はい、今日は授業ですね、やっていきたいなというふうに思います。ショートフィールドテイクオフディスタンスですね。はい、この授業に行く前にですね、ちょっとケン T さんという方からコメントで、テイクオフパフォーマンスっていう授業をやってくださいというふうにコメントをいただきまして、忘れてたと思ってね、デンシティアルティチュードっていう授業を一度やったんですけども、そこでやるよって言ってたのにやってなかったことをね、このコメントを見て思い出してですね、今回作りました。はい、ちょっとね早速やっていきたいなというふうに思います。ショートフィールドテイクオフディスタンス、これはショートフィールド、短いランウェイですね。この短いランウェイの中でテイクオフディスタンス、テイクオフをするまでにどれぐらいのディスタンス、まあ距離ですね、が必要なのっていうところを実際のね数字を用いて計算をしていきたいなというふうに思っています。はい、まずですね、ちょっと具体的なこう数字に行く前にこれを見てほしいんですけども、まあ、高そうな山の上にあるランウェイですかね、エアポート、そこに、まあ、エアクラフトが止まってこれからテイクオフをしたいなというふうに思ってますよね、おそらく。まあ、あなたがねこのエアクラフト、エアプレーンのパイロットだとして、まあ、しっかりねテイクオフしたいですよね。ちょっと見るとね、本当に山の上にあって、多分これ冬ではなさそうですよね。春でも多分なんとなくないと、夏か、まあ、寒くない秋という感じですかね。はい、で、まあ、パイロットとしてしっかりと安全なテイクオフをしたいというふうに考えた場合、このテイクオフをする実際にランウェイに行く前にいろいろと大丈夫だよねっていう計算もしないといけないんですよね。その時に必要になってくるポイントが、はい、ちょっと見つかったんですけどね、どれぐらい暑いのっていう感じですよね。はい、暑さとか、あとはどれぐらい標高が高いのっていうところも大事になってきますと。あとはね、重いの軽いの、50キロだと、ね、簡単にテイクオフできるとか、200キロだとなかなか難しいとかね、はい、こういうところが実際のテイクオフにのパフォーマンスに、関わってくるんですね。それを怠るとドーンという感じで、はい、まあクラッシュをしてしまうっていう現実があるんですね。はい、なのであなたがパイロットとしてね、 Are you sure? Can you take off? というところで、本当にあなたの機体のコンディションと、あとはね、先ほど言ったどれぐらい高いの、あとは厚さはどうなの、こういうところを加味をして本当に安全なテイクオフをできるのってことを、あなた自身が Go not go というところを決める必要があるんですね。はい、なので今日の Purpose of this lesson、 はい、この今日の授業のテーマは To have a safe takeoff、 安全なテイクオフをするためにこういった授業を行っていきたいなというふうに思います。はい、で今日の授業で使うところはこの、まあ、2つというか、主にこの左側の POH ですね。はい、でまあ今日ね、僕のまあ目の前にあるというか、このね、セスナー 172S、まあ、SP っていう POH を僕自身は使っていきたいなというふうに思います。まあ、なのでこの数字はね、あの中に書いている数字はあなたが使う機体によって異なってくるんですね。なので、まあ、実際に計算するときはもちろんあなたが使う機体のこの POH を用いてくださいと。で右側は、まあ、デンシティアルティチュードチャートですね。何度も僕の授業で出てくるので、まあ、なんとなく分かってくる人も多いと思うんですけども、今回は、まあ、右側のところを使いたいなというふうに思っていますと。で今日はですね、概念っていうよりも具体的な数字を使っていくので、もしですね、先ほど言った重さ、高さ、あとは厚さ、これがどうパフォーマンスにかかってくるのかっていうところは、このデンシティアルティチュードっていう授業の中で一度触れているので、もしかしたらそっちを見てこっちを見るとより理解が深まるのかなというふうに思います。はい、じゃあ具体的に中身を見ていきたいなというふうに思います。 How to calculate takeoff distance ですね。この中のですね、セクション5というところが、まあ、パフォーマンスっていうところの、セクションになるんですね。この中には3つのページがあってですね、まあ、何が違うのかというと、この辺のところが違ってくるんですね。ショートフィールドテイクオフディスタンス at、 左側が2550 pound、 2400 pound、 2200 pound ですね。重さが
違って、でその重さによってこの具体的な数字が変わってきますというところですね。はい、この重さっていうものはあなたの体重とか、あとは機体の重さ、あとは機体にインストールしているエクプメントの重さ、まあ、あとはあなたが用いたこの、ね、バゲージの重さ、あとはあなたの彼女であったりインストラクターであったり友達であったり、まあ、搭乗する方の体重ですね、それを全部加味をして2550パウンドなのか、まあ、2400なのかっていうところを選んで、どの表を使うのかっていうところを選んでいきますね。はい、なのでウェイト&バランスっていうものをまず一番初めにやって、このページに来るっていう感じですね。このウェイト&バランスも一度授業をやっているので、もしよかったら見てください。はい、じゃあ今回の授業では2550パウンドのところをこの表を使って説明をしていきたいなというふうに思います。これですね、上のところをちょっと、まあ、ズームアップしたところなんですけども、まあ、一つ一つね、なんで書かれているのかっていうところを一緒に見ていきたいなというふうに思います。はい、まず、まあ、セスナですね、モデル 172S っていうところの、エアクラフトのタイプになりますね。まあ、セクション5でパフォーマンスのセクションになりますと。で、ショートフィールドテイクオフディスタンス at 2500 feet pound、はい、2500パウンドの、ウェイトがありますと。で、ここですね、コンディション FRAP10 Full Throttle Prior to Brake Release っていうところで、はい、これ何書いてるのかというと、先ほどのね、あの絵を見てほしいんですけども、これよく見てみるとフラップが下がっているんですね。はい、下がってますね。なんとなく見えますよね。これショートフィールドテイクオフの一つのテクニック のものなんですね。まあ、短いランウェイになるとこうね、タキシングをしてマキシマムレングスオフランウェイですね。はい、もう最大限使えるところまでタクシーバックをして、でそこでブレーキを踏んでフルスロットルにして、エンジンゲージを全部クリアにチェックをして、大丈夫だなって思ったら、でブレーキをリリースして、でずーっていくっていうテクニックがあるんですね。それをおそらく使っていると思うんですね。ショートフィールドテイクオフって言ってるので、まあショートフィールドを前提としたそのテイクオフのやり方をやる必要があるんですね。はい、なのでまあその前提にのっとったコンディションですね。フラップ10 Full Throttle Prior to Brake Release。 はい、まあ、続いてここですね、 Paved、 これは塗装されたっていう意味ですね。まあその砂利とかね、なんかその辺 の芝生が生えているところとかではなくて、ランウェイ用にちゃんと塗装している場所っていう意味で、 Level、 これは、まあ、ちゃんとこうね、勾配がないっていう意味ですかね。まあ、たまにね、たまにっていうか結構な確率でちょっと上がっているみたいな空港もよくあるんですね。まあ、でもこのデータ自体はレベルこうピターっとね、もう平行ですとっていうエアポートを前提にこの数字が作られていますと。で、ドライランウェイですね、これは雨が降っていないとかね、雪が降っていないとか、もう乾いたランウェイ上のデータですと。続いてゼロウィンドですね。はい、まあ、これはまあ単純に風が吹いていないっていう感じですね。こういったコンディションの時の数字になりますと。続いて右側ですね、リフトオフ 51KIAS ですね。これはインディケーリッドエアスピードといって、まあ、コックピットの中にあるエアスピードインディケーターもそのままの数字を読んだ時に51に来た時、この時にリフトオフですね、こうランウェイからこのタイヤが浮く速さですね。で、スピード at 50 feet、 これは、まあ、56って書いてるんですけども、これ自体はテイクオフをして、リフトオフをして、で50 feet のオブスタコ、障害物があると仮定した場合に、そこを通り抜ける時の、まあ、スピードっていう感じですかね。はい、まあ、これ一つの絵なんですけども、まあ、ここがリフトオフのところで、で例えばランウェイの端っこの方にこういうふうに、ね、木があったりビルディングがあったり何かしらのオブスタコがある場合があるんですね。その時に50フィートっていうものを一つの目安として、まあ、アビエーションの世界ではこう扱うことがあるんですね。ここに行く時の、まあ、速さみたいなイメージですかね。はい、というところですと。じゃあ本番ですね、この実際の具体的な数字に行きたいなというふうに思いますと。
まあ、これ見てみるとプレッシャーアルティチュードっていうふうに書かれてますよね。この縦のところに横が、まあ、0度、10度、20度、30度、40度どうやらこの外気温ですねによって数字が違ってきそうですね。まあ、なので、まあ、ウェザーインフォをまず調べていきましょうと。はい、じゃあ調べましたと。最近ですねこのアーリントンエアポートっていうところを僕が飛んでいるので、まあ、そこの情報を引っ張ってきました。まあ、アーリントンエアポートの、ね、朝7時53分に出たあのウェザーのインフォメーションによると、まあ、こんな感じですと。でこれが、アーリントンエアポートのタキ、ランウェイになりますね。34と16ですね。そのインフォメーションから、まあ、必要なところを引っ張ってきましたと。まあ、フィールドエレベーションこれは海抜ですね。まあ、海のこの高さのところからこのアーリントンエアポートの高さは628フィートありますと。でウィンドが350 at 190 ですね。350のところから、190、19ノット、風が吹いていますと。ちょっと強いですね。でガストも30というふうになってますね。これは突風ですね。ボーンってこう最大風速が30ノットを、記録することもありますと。でアルティメーターセッティングが3019でテンプレチャーが16ですね。この情報をもとに計算をしていきたいなというふうに思います。はい、で今度はデンシティアティチュードチャートですね。はい、今回はプレッシャーアルティチュードを出していきたいなというふうに思いますと。でこれが先ほどの情報ですね。はい、まず必要なのがアルティメーターセッティングですね。3019この情報をここに当てはめると、まあ、近似値としてね30.2 がありますね。ここの情報を今回は取っていきたいなというふうに思います。はい、この数字を見るとですねマイナス257っていうふうに書かれているんですね。なのでフィールドエレベーションの628から257を引いたプレッシャーアルティチュードは371フィートですね。はい、出ました。プレッシャーアルティチュードは今回371フィートになりますと。この、温度と外気温と、371っていうところを今回このショートフィールドテイクオンディスタンスの表からピックアップしてきたなというふうに思います。まずですね371っていうふうに出たんですけども、まあ、もちろん371っていう表のこのビターっていう数字は出ていないんですね。なので、まあ、今回ですねちょっとラウンドアップして500フィートの情報をこのシーレベル、これ0フィートのところから1000フィートのところ、この2つの情報から間を取って情報を出していきたいなというふうに思いますと。これ先ほどのところですね。で、プラス、こうテンプレチャーありますよね。0度、10度、20度、30度、40度っていうふうにあるので、今回は16度っていうところが出ているので、ここですね、10度と20度のところから、まあ、16度はちょっとなかなかあの計算がめんどくさいので15度っていうところを取ってこの間の数字を用いて数字を出していきたいなというふうに思います。もう出しちゃいました。はい、まずですね Sea Level と1000のところからでグランドロール、これ2つ表がありますよね。グランドロールと50フィートオフ砂口のクリアになるところですね。これ先ほど言った障害物50フィートルをクリアするところの情報という意味ですね。まずは Sea Level、Grand Roll というところからこの2つですね。はい、Sea Level の925と Grand Feet の995この間の数字を取って960っていうふうに数字が出ましたと。続いて1000フィートのところから1010と1090とこの数字から1050というふうな数字を出してこの2つの平均値を取って500フィート、グランドロール15度、この、コンディションのところから1005フィートっていう数字を出すことができました。同じようにですね、Sea Level 50 feet of 砂口で、15度っていうところの、数字をですね、まあ、1575、1690、この間を取って1633、まあ、同じように計算をして500フィートは1709フィートというふうに出ました。イエス、出ましたね。じゃあこれで完成ですと。グランドロールはこのテイクオフをするまでに1005フィート必要ですと。でテイクオフをしてリフトオフをしてこのオブスタクルをねこれがクリアになるまでに
1709フィート必要ですというところが計算式で分かりました。でもですね、 Don't forget checking a note、 これ実は先ほど計算したところの下の方にノートっていうふうに書かれていて、ここをしっかりと見ないといけなくなってくるんですね。はい、このあたりですね、これをズームアップしたものがここになりますと。はい、しっかりと読んでいきましょうと。一番上のところですね、ショートフィールドテクニック as specified in section 4、 まあ先ほど言ったショートフィールドのテイクオフをするテクニックがセクション4に書かれていますっていう感じで、書いていますね。まあこの POH のセクション4を見てくださいというふうに書かれていますと。続いて、 Prior to takeoff from field above 3000 feet pressure altitude, the mixture should be lean to give maximum RPM in a full throttle static run up というところで、これはですね、1000フィートを飛んでいる時と1万フィートを飛んでいる時で、こう空気の密度って違ってきますよね。やっぱりこう1000フィートの方が空気のこう密度が高くなってきて、で1万フィートのところは空気の密度が低くなってきてると。で僕のエンジンシステムの授業で一度やったことがあるんですけども、空気とフューエル燃料ですね、これがうまく混ざって、でバーンっていうこうパワーを出すんですけども、このうまくいくこのレーシオ、この比率っていうものがあるんですね。で15対1っていうふうに言われることも、あるんですけども、このある一定のベストスポットのレーシオっていうものを、まあ、どの高度に行っても保つ必要があるんですね。でエアクラフトは外から空気を得ているので、例えば、ね、低い高度の時には空気の密度が高い空気が入ってきますと、その時にはそれなりの燃料の調整が必要ですと。リッチにする必要があるんですよね。で高いところに行くと空気圧が低くなって、その密度も低いので、この燃料の調整の仕方もちょっと薄くする必要があるんですね。そのことを言ってるんですね。はい、3000フィート以上になるとミクスチャー、ね、should be lean、 これはミクスチャーっていうものを、まあ、ちょっとコントロールしてね、いい感じの RPM、まあ、エンジンの回転ですね、これを出していきましょうという感じですね。続いて本番ですね。Decrease distance 10% for each 9 knot headwind. For operation with tailwind up to 10 knot, increase distance by 10% for each 2 knot. これはヘッドウィンドですね。エアクラフト飛んでますよね。その時にヘッドウィンドがある程度あると、そのテイクオフディスタンスが狭まりますと。なんとなくイメージできますよね。もう一つのところは、テールウィンドですね。ありえないですけども、飛行機がテールウィンドを受けている時には、そのテイクオフディスタンスはインクリーズしますというふうに言ってるんですね。はい、まあこれね、テールウィンドのところはわざわざ選んでテイクオフをすることはないんですけども、まあ一つのね知識としてちょっと見てほしいんですけども、2ノットで 10% 伸びるっていうふうに書いてるんですね。だから例えば10ノットの風でテールウィンドでテイクオフをすると、まあ、100% ですね。だから2倍ぐらい伸びちゃうんですかね。はい、まあわざわざねテールウィンドを選んでこうテイクオフをするパイロットはいないとは思うんですけども、例えばエマージェンシーの時とかね、エマージェンシーでテイクオフをするところはないのかな。はい、まあそういった状況にもしなった場合はすごくランウェイが必要になるので絶対に避けないといけないですね。まあここは無視しても大丈夫です。今のところは問題はこの9ノットのヘッドウィンドで 10% ディスタンスがディクリーズしますというところを先ほど計算をしたところに当てはめていきたいなというふうに思います。これはですね、まあ、ランウェイですね、先ほど言った16と34がありますと。で右側の方がウィンドインフォメーションですね、350 at 19ですね。なのでおそらくこの時のテイクオフはランウェイ34を使うと思います。ランウェイ34で350なのでウィンドがちょっと右側から10度ずれたところから風が来るって感じですかね。はい、で真ん中の表はウィンドコンポーネントを見る表になってくるんですけども、まあこの縦軸がヘッドウィンドのコンポーネントですね。で右側の軸がクロスウィンドコンポーネントですね。ちょっとずれてるのでこのヘッドウィンドの成分とクロスウィンドの成分にこれから分けていきたいなというふうに思います。これが10度右にずれたところですね。ここの線を今回は使いますと。で19ノットなのでここを使っていくんですね。
これ10ノット、20ノット、30ノットの、ウィンドが、こうね、扇状にこう選んでいくんですね。その中で今回は19ノットですと。なのでここですね、ここの点から横成分と縦成分かと横成分を選んでいきますと、まあ、ここは目分量になってくるのでちょっとずれがあるかもしれないんですけども、今回僕は18ノットなのかなというふうに読みましたと。ヘッドウィンドがね、でクロスウィンドが4ノットですね。はい、ヘッドウィンドとクロスウィンドの成分が分かりましたと。今回は18ノットっていうところを使っていきたいなというふうに思います。18ノットですね。9ノットで 10%、このディスタンスがディクリーズするので 20% ですね、このディスタンスが短くなることが分かりますよね、まあ、なので単純に1005フィートから、まあ、80% したら804フィートで、1709フィートから 80% すると1367フィートになりますと。今度こそ正解ですね。これぐらいのディスタンスが必要になってきますと。で、まあ、最後の方を、まあ、読んでみましょうか。 For operation on dry grass runway, increase distance by 15% of the ground road figure. これはグラスランウェイっていうふうに言ってますね。まあ、乾いた芝生の上のランウェイですね。ここをテイクオフをする場合は 15% グランドロールが伸びますよっていうふうに言ってますね。まあ、今回僕らがテイクオフをするのはアーリントンエアポートっていうところで、しっかりとね塗装をされた、まあ、いい空港なので、ここは当てはまりませんっていう感じですかね。まあ、なので、まとめですね。グランドロールでは804フィート、ここからドーっていって804フィートのところで計算上はテイクオフをすることになりますと。で1367フィートのあたりで50フィートのオブスタコーですね、障害物がクリアできるっていう感じになってきますと。ちょっとですね、あのリアリティというか現実味を帯びた話をしたいんですけども、あなたがそういったね、このいろいろ人とか荷物とかを背負ってこういったね短いランウェイだと思うんですけども、多分ね、で標高が高いところがあると思うんですけども、そこでテイクオフする場合、計算をして804とかね1367っていう数字を出しましたと。で例えばランウェイが1000フィートありましたと。じゃあ大丈夫だなっていうふうに思ってこうテイクオフをするっていうことはなかなかあの考えないでほしいなというふうに思っているんですね。っていうのはこれ本当にあの風って本当に変わってくるんですよ。あとはこれ前日にもしあの、ね、温度とかを取るとそのもっと暑くなってしまう時とかもあるかもしれないんですよね。あとお客さんとかが、あこの荷物もお願いって言って、例えばねあのウェイトがすごく 重くなってしまうとか、あとはテイクオフをする時ですね、この表の時には51ノットの時にテイクオフ、リフトオフをするというふうに書かれてたんですけども、あなたがね51フィートに、ノットになったにもかかわらず、もしあちょっと忘れてた、ちょっと見てなかった、あ60になった、あリフトオフしようって言ってヨークを引っ張るとかね、ちょっと遅れたりすることもあるんですよね。なのでこれ本当に参考値としていうふうに見てほしいなというふうに思っていて、実際には2倍とかねあったら安全ですかね。はい、実際のテイクオフには余裕を持ったランウェイのレングスですね、長さを持ってほしいなというふうに思います。最後にですね、ちょっとあのキロさんっていう今 YouTuber がいるんですけども、彼は、コロラドに、まあ、住まわれていて、でその時の、セスナを使った時の動画をこれ出されているんですね。コロラドっていうのはですね、アメリカのすごく標高が高いところにあるんですね。で僕は本当に、まあ、さっきも計算であった通り、まあ、600とかね、本当にシーレボー、まあ、あっても1000フィートのところに、空港があるところがあるんですけども、彼らのところは5000フィートとかね、6000フィートとかすごく高いところにあるんですね。その時のテイクオフのところを見てほしいんですけども、めちゃくちゃずっとランウェイ上にいるんですよね。やっぱりこうあのうまくこうリフトを得るまでにあの時間がやっぱりかかってしまうんだなというところがリアルに、見れると思いますので、標高が高いとこのグランドロールにあの結構あの関わってくるんだなというところが肌感で分かると思いますので、ぜひぜひ
見ていってください。はい、今日は以上となります。テイクオフですね、パフォーマンスのところを今日は授業しましたと。まあ、これに続いてね、あのクルーズのところとか、あとはランディングのところとかも引き続きやっていきたいなというふうに思ってますので、この授業のね、あの内容が良かったなって思った方は高評価とチャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。はい、ペースを上げてね、ちょっと授業というか動画も上げていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。